昨年も来たんだけども、昨年が良かったもので来てた。とても楽しかったです。私が心がけていたのは、その自分も楽しんで、あとお子さんと大人の方、参加される方に楽しんでいただけたら、もうそれで成功だと思っています。ワークショップとかはすごい楽しそうに、いろんな違いがあるんだなっていうのを、それぞれが発見して、楽しそうにやってたので、それも良かったと思います。で今回の工場参観日、これまで続けてきて、この真摯さ、ストイックさはもちろん、そしてその技術の高さ、その作り方、技法も含めて、この製品はこんな風に作るのかと、これから5年、10年と、大勢の方に見ていただけるようになればなという思いでおります。工場で働いている方というのは、今の現場が日常で当たり前ですので、皆さんが当たり前だと思っていることとでも、外部の人から見たらものすごく新鮮で、会社のことも職人としての仕事のことも知っていただくといい機会になると思いますので、ぜひ大勢の事業者の皆さんにも参加をいただきたいなという